おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どれぐらいぶりに来はりましたか？1年ぶりぐらいですね。1年ぶりぐらい、はい、ちょうど去年この時期来させてもらったんですけど、その時はねめっちゃぬくかったんですよ。おお、そうなんですか。はい、でもね今年は雪もよう降ってる。そうですね、今さっきね、あの来る途中、あの山道入った瞬間マイナス3度っていう、マイナス3度でしたね。赤いが出てましたね。どんだけちょっと冷えてるか分かんないんですけどね。ここ地元旭川ダムですよね。はい、地元旭川なんですけど、旭川ですね。ここで選んだ理由っていうのはこれね、やっぱり一応南の方なんで、ちょっとまあ旭川に比べてぬくいかなと。水温が、はい、水温旭川は今なんで、ね、今水温がね、この前の寒波でもう思いっきり下がって、毎一番低いところで 2.2 度とかなんで、こっちの方がちょっとぐらいマシですからね。いや、だいぶマシだと思うんですけど、はい、あ、そんなにありますか。あ、まあ、3度、まあ、5度とか6度ぐらいは最低でもあると思うんでね。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。なんとか釣れるように頑張ります。外気温マイナス 2.7 度になってます。おー、そら予想外ですか。はい、5度ぐらいありそうなんですけどね、南やから。そうですよね。ああ、小林さんの考えられてる攻め方を、とりあえず理想の攻め方は、理想の攻め方はですね、今日はとりあえず3メーターまで水深。ああ、はい、で、でっかいのを取れたらね、一番。はい、使うルアーは3メーターまでまで、まあ、ジャークベイトと、はい、まあ、そうですね、まあ、ディープクランクとかで、まあ、釣れたら一番、で巻物とかで釣れたらね、一番理想なんですけど、うん、まあ、ちょっとや、まあ、この時期は特に、ね、やってみないと全く分かんないんで、うん、とりあえずまあ、まあ、五川は3つ川があるんでね、ちょっとそれを全部一応見てみて、午前中ぐらいかけて、でまあ一番いいタイミングに、まあ、どっかの筋に入れたらいいかなと思ってます。はい、はい、頑張りましょう。はい、これはあれですか。これフェイスで、はい、とりあえずあのこの時期はこのジャークベイトを、まあ、僕結構使うんですけど、これ一応スローフローティングでもともと設定されてるんですけど、スローフローティングだとやっぱりあのこの時期ちょっと深いところからこう上げて、釣るんで魚を。で、浮きすぎるともう追いかけてきてももう諦めてしまうんですよ。だからもうあのジャストサスペンドに僕は調整して、もう浮かないように、はい、浮かないように。でもあの逆にこういうあの重りを張るんですけど、あの沈むようにやっぱりセッティングしちゃうと今度は食わなくなるんですよ。やっぱ若干でももうジャストサスペンドか浮く、ほんまにゆっくり浮くぐらいにやっぱり調整した方がこの時期は絶対いい。なるほど、はい、いいですね。
で、あのこの重りの位置なんですけど、まあいろいろあの貼る場所、まあいろいろあるんですけど、今回はあの結構あの冬なんで深いところからやっぱ上げてきたいんで、ちょっと前目に貼ってこう姿勢をやっぱり前重心にセッティングするんですよ。のこうすることによって、あのこれだいたい 1.5 からまあ行っても2メーターぐらいまでノーマルで潜るんですけど、それをもっと潜らす、ずっとこう多分これぐらいの姿勢になると思うんですけど、普通ならやっぱこうなんですよ。でこれだったらもうこのレンジしか行かないんですけど、やっぱりちょっと前重心にしとけばどんどんこうリップで水を受けてくれて、どんどん潜っていってくれるんで、でそのプラスそのやっぱりジャストサスペンドに設定しとけばもうそこから浮いてこないんで、もうどんどん深くいってくれるんで、マックス3メーターぐらいはいけると思います。はい、でまあその水温とかね、もうによっても全然浮力が変わってくるんで、まあ、あこれ水温低くて沈み出したなと思ったら、まあちょっとずつ切っていったりとか、まあ微妙にやっぱり調整していかないと、あのやっぱ沈んでしまうと釣れないんで、はい。であとまあ僕はあのこの時期特にあのこの毛をよく使うんですけど、これやっぱりこの時期はあの追いかけてくるけど、あのバスがアタックしてくるときにやっぱりこの手、この針単体をやっぱりファッて吸ってもやっぱり今の時期も水が弱いんで、もうちょっとでもこういうボリュームを持たして口の中に入りやすいように、吸い込みやすい、で僕はこの時期はもう特に、まあ、ちょっとこれ自分で作ってみたんですけど、はい。それはあれですか、こういう、例えばプラグ系だったら全部にそういうのをつけるとか、あの特にあのなんていうんですか、うん、止めて食わすとか、うんうん、そういう時の場合は、うん、まあほとんどまあこの時期は僕はこれつけますね、うん、はい。でもうあのお家からもないんで結構後ろからのバイトが多いんですよ、うん、でやっぱりほんでプラスその吸い込みが悪いんで、うん、ちょっとでもこのふわっとして吸い込みやすいように、なるほどなるほど、僕はこういうチューニングをしてます。まずはどっちの方か、とりあえず本流ですね、引き側、何側、引き側だったかな、その側へ上がってるで、あの一番この筋がでかいんでバックウォーターとかもやっぱりで一番多分水温が冷たいと思うんでね、とりあえず冷たい水温はどれくらいかっていうのを見に、とりあえず日陰入ったら寒っ。あーこれはあんまり釣れる気しませんね。 5.5 度、5.5 度、はい、ゆるべき、まあ、前情報ではね、この筋はやらん方がええぞって言ってましたけどね、この筋、はい、まあ、俺も最も苦手な筋なんですけどね、この筋は、わ、こっちめっちゃぬくい、 6.2 度ありますわ。どれぐらいなんですか、今ここで9メーターですね。あ、やっぱ10超えちゃうとやっぱりその水深がありすぎて追いかけてこないんですよね、上まで、上がってます、はい。
なんかまあ、10メーターとかあっても、その下からもうレイダウンとかバーンってずっと上に立ち木とかね、はい、上がってれば上がってくる可能性はあるんですけど、でもまあ見てもらった感じ、うん、もうちょっと途中で終わっちゃってるんで、はい、深すぎるのはダメってことですね、はい、高い。まあもう一つのあのフェザーのいい特徴、うん、効果なんですけど、この時期、まあ、特になんですけど、後ろから追跡してこうバイトしてくることが多いんですけど、このフェザーを巻くことによって、こう倒れるスピードがやっぱり遅くなるんですよ。で、動いた後でこの針単品でやると、あの倒れるやっぱりスピードが速いんですよね。何も抵抗がないんで。でもまあこれをすることによってやっぱり倒れるスピードがゆっくりになるんで、後ろから追跡してきて、こうバイトしてきた時もやっぱりあの吸い込みやすいし、針がこう立ちやすいんで、口の中に結構入ってくれて、いいとこにかかりやすくなるんで、ゆっくり壊しないことで、はい、なるほど、はい、でまあ僕はこういう風に、なるほど、はい、やってます、はい。でも 6.5 相変わらず 8m にベイト多いです。こっちの方がええかもな。うるさいから。これがサスペンドチューンで。何グラムぐらい貼られたんですか。これがだいたい、これが1グラムなんですよ、はい、あのでっかい、はい、もうこれ合わせて1グラムで4分の1ぐらい、4分の1だいたい 0.25 ぐらい、なるほど。で自分で巻いたフェザーを、まだ浮くな。でもちょっとテンション張ったらもう止まるんで、これ。ああ、なるほど。リップが水受けてくれるんでね。なるほど。これでも止まっちゃうんで。
あ、抜けた。マジ。バス映ってました。バス映った。完全にあのゴミの上乗っかりましたもんね。上がってくるんですけどね、数が少なすぎますね。上がってくる。なるほど。マジかよ。マジバス。はい、ちょっと小ぶりですけどね。今のはどんな感じだったんですか？いや、この冬とかって、やっぱりあの追う力がやっぱり、あの遅かったり、気づくのが遅かったりとかいろいろするんで、ちょっとあのカバーとかに入れたらちょっと長めにシェイク。あ、で、まあアピールさせて、あの寄ってくるスピードもやっぱ遅いんで。なるほど。で、あとまあちょっとチューニングなんですけどね、このガードをちょっと二段にしてるんですよ。ちょっと短くして、カバーは抜けるけど、あのフッキングはちゃんとする。でやっぱ吸う力も弱いんで、これぐらいしとかないと。なるほど。フッキングには今のもちょっともう浅かったんで結構いい当たりだったんですけど。なるほど、ね、はい。ゴミ溜まりどっかないかな。まあ、こういう時はね、もうずっとこれ冠水してるじゃないですか。ええ、だからゴミ溜まりってもう決めたらね、まあ、ゴミ溜まり数少ないんで、ええ、まああの絞るなんていうか要素にもなるんでね。ああ、なるほど。とやりきれるじゃないですか。なるほどね。そのまま折れよ。バッテリーがないから折らねえ。いたたたたたたた。でっか。いたたたた。
よっしゃきたーすげえ来ましたよ。ちょっとね、今絡まったからちょっと羽切りましたけど、もう絶対バレへんとこかかってますよ、ね、外れないですもん。渾身のフッキングでしたからね。キャスティングジグ、キャスティングジグね、オッケー。でも本気食いでしたね。おいクレームに収まんない。いいよいいよ、収まらない。55あるかな。あるでしょ。地獄置いといてください。そうっすね、はい、ほら56ありますわ。56ですね。こいつですからね。よっしゃ、一回取ってもいいですね。オッケー、お疲れ様でした。まあとりあえずね、今日一日やった結果なんですけど、まあ最初はジャークベイトとか、まあシャドウとかで釣りたかったんですけど、湖の方がねフル満水でもうカバーだらけになっちゃってて、その中を、まあ、バスは今日は、まあ、回遊してたような感じがしたんで、まあ、最終的にはラバージグになりましたけど、まあ、ラバージグでね最後いい感じにいい釣りが、まあ、見せれたかなと思うんで、まあとりあえず今日は諦めない心で頑張りました。でまあ皆さんもね、諦めずに頑張ればあんないい魚が釣れるので、まあ諦めずに最後まで頑張って釣りをしてください。今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございました。